日本語九州方言、非築方言五島列島方言日本語の方言区分、五島列島方言は五島弁とも呼ばれ、九州地方の長崎県の五島列島で話される日本語の方言である。長崎県本土の長崎弁に似ているが、五島列島独特の方言がある。五島列島の中でも地区によって違う方言がある。 九州地方方言全般の特徴としては、死音が強く、母音が弱く発音されるという特徴があり、その中でも五島列島方言は発音の発音化や、即音化が必要で、極端な簡素化を図る。七つ以上の文字を要する語彙は存在せず、説話体も三句区,区切れまでがほとんどでそれらを絶音で、ある、つ、な、ちなどでつなぐ和法が主流である。 例を挙げるとという交互はとなり、ほぼすべてが一から三区切れとなっている。また、太字の、あは、複数の文脈をつなぐ、際のくさびとして機能している。極端な即音化は、他方ことからの語彙でも顕著で、様子を表す、のようだは他吸収方言で、のごたるとなるが、これは、ご答弁では即音化し、のごちゃ、になり、さらになまって、の、ガチャっと変化している。 見に行くは、身が行くから、見が行、と即音化が進む。アクセントは大部分が、無アクセントである。新海五島調整部に2形式アクセント、五島市南部に1形式アクセントが、わずかに分布している。木、口つびりるなど、五島以外の異ンウダン音の即音化が顕著である。長崎本土では即音化は、動詞語尾、るなどに限られる。つ、み、 おどまたごと以外の義グジ図にぶみむなどは発音化しやすい。ごと弁を表す代表的な例としてというものがあり、この例では右、耳、水がすべて民に変化している。ごと以外のシスは非になりやすい。異ひ無彦名詞に男性詞、女性詞の区別があり、男性的と思われるものに、ドン、女性的と思われるものに、上語尾につけて区別する。 例外として、一ンがあり、従事するのは女性であるが、男性髪に使える性格であるため男性詞となる。漢詞として、強調漢詞である、黒、否定漢詞である、インがあり、これは例示すると、黒図黒、図イコールオース大介べ、イン三条ンイコールイン、三条イコール食えない参照となる。否定漢詞であるインは、意地が発音化したものであり、インノワッポ、インドビッキレというように、 元々の語源は、標準語に求められ、語答弁風に生まったものである。共通語の下一段活用動詞は、語答弁では下二段型となる。以下に、四段活用型の、核における真偶おのめ長表現の動詞活用を示す。以上のように、核の場合、未然形、過去、連用形、過、終止連体形、過、意思形、過去、命令形、掛け。 条件形、書けば、完了形、キャ、キャーとなる。四段活用型のレニ形、終始、連帯型では即音化が起こる。ただし語尾が、真行場行な行の場合は、発音化する。例、四、ウラン。語尾が、和行の場合は、う音便型を取り、例えば、買って、笑っては、買いうて、笑いうてとなる。下二段活用動詞の場合、例えば、 あげるなら、未然形、あげ、連用形、あげ、終始、連帯形、あぐ、意思形、あぐ、命令形、あげれ、条件形、あげれば、完了形、あげとなる。上一段型の場合、例えば、起きるなら、未然形、起きら、連用形、起き、終始、連帯形、起き、意思形、起きろ、命令形、起きれ、家庭形、起きれば、 完了形、置き、となり、四段活用化の傾向がある。作業変革活用、するは、未然、せ、連用形、し、終始、連帯形、す、意思形、す、命令形、せれ、条件形、せれば、完了形、しとなる。目上、同輩、目下に対する敬語に値する単語としては文節を、つなぐ接続語の変化が挙げられ、な、じゃんなが、 敬語相当、さ、ぞ、のが同配、または目下に対する語相当となる。単語の末尾に、じゃん、じゃかん、ちた、ちたなという設備語をつけることが多い。書くのだ、白いのだが、まに、とが入って、書くとじゃ、白、かとじゃに変化する。理由を表す設備語には、剣を用い、からを用いない。から、は別の意味合いとしての用法があり、押して、 でに当たる言い方として、してから、でからの方で用いられる。でも、うんうんと、俺たちでもの間には明確な違いがあり、前者は、下点、後者は、俺たちでんと区別される。ありがとうございます。